はい、えー、皆さんこんにちは、えー、鈴木森生チャンネルへようこそ、えー、このチャンネルでは看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています、えー、今回のテーマは肺栓症です最初に下肢深部静脈血栓症について説明しそして肺動脈血栓側栓症による肺梗塞について説明します 記憶に残る復習の仕方早期して保存について説明し、最後に肺塞栓症に関する国家試験過去問題について解説をしていきます。長時間の圧迫によって下肢静脈に血栓ができることがあります。これを下肢深部静脈血栓症と言います。血流速度の低下は血栓を形成するんだということは知っておかなければいけません。ですから、 下肢の例えば大腿静脈は、まあ、非常に圧迫をされやすい部分なので、えー、長期芽症であるとかそれから長時間の手術で同じ体位をとっているなどの圧迫で大腿、えー、静脈には活心不条脈血栓症を起こしやすいという特徴がありますこの血栓が血管壁から剥がれて流れ出して下大静脈右心房右心室 肺動脈と流れていき、えー、肺動脈はだんだん細くなっていきますから、この肺動脈の途中に、えー、側栓症を作ることがあります。えー、これを肺動脈血栓側栓症と呼びます。そして、エシが始まると肺梗塞を起こすということになります。はい、えー、この図を見てください。えー、大腿腸脈のあたりに心部腸脈血栓症が できていることを表しています、えー、そしてその深部静脈血栓症の血栓が血管壁から剥がれると代替、えー、静脈から外腸骨静脈総腸骨静脈下大静脈右心房、右心室、肺動脈へと流れていきます、えー、この辺は非常に大切な血管ですから、えー、血管の順番、解剖をきちっと復習しておく必要があります そして肺動脈は分岐しながらどんどん細くなっていきますからその途中に流れてきた血栓が詰まりますこれが肺動脈血栓側栓症ですどこの部位肺動脈何が血栓が起こした病気は側栓症ということになりますね一般には肺側栓症と言います肺側栓症は肺のエシを起こして肺梗塞を起こします エコノミークラス症候群という兵器がありますエコノミークラス症候群は長時間飛行機に搭乗して、えー、やはり、えー、足が圧迫されて、ね、太ももの部分が圧迫されて下肢深部静脈血栓症を起こし、えー、立ち上がった時にその血栓が流れて、えー、そして起こした肺側栓症による肺梗塞のことを言います。 最近では例えば震災後の避難によって車の中で座ったままで生活していたらやはり太ももの裏側が圧迫されて起こしたといったような状態もエコノミークラス症候群と呼びますそれでは肺梗塞肺血栓側栓症の症状です肺血栓側栓症が発症すると突然の息切れ呼吸困難が起こり咳、き共通頻脈を認めます これはあガス交換の範囲が狭くなったことによります。肺梗塞になって肺の壊死が始まると血管や滑血を起こすこともあります。また太い、えー、太い肺動脈に血栓が詰まるような重症な場合、えー、心外閉塞・高速性ショックに陥ることもあります。えー、長時間の手術では合併症として下肢静脈血栓症を起こしやすいので、 その予防のためには男性ストッキングを履かせるなどの工夫をしています、はい。国家試験には確実に合格する学習方法があって、このチャンネルでは Larning through d i の頭文字を取った LTD ですよと教えていますえ。国家試験には合格必勝の法則があって、それはみんなが知っていることはあなたも知っていれば確実に合格しますよということです。LTD をすればそのような状態になるので合格できるわけです。LTD はまた記憶の三原則にも有効で、 理解して覚える決め、短期記憶が長期記憶に変わって忘れなくなる保存、思い出すことができる早期ができるようになります。え学習効率の非常に良い LTD について詳しく知りたい方は、学習方法の回をご覧になってください。えそれでは今回の復習をしてみましょう。SNS で今回学んだことを発信すると、早期の訓練をしますから、記憶に保存されて忘れません。Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など何でも構いません。 あなたの学びでクラスメートもあそうやって覚えればいいのかと決めることができてとっても喜んでくれます。その時には「ハッシュタグ鈴木森生チャンネル」ネル「ハッシュタグ肺促煎症」とつけてください。お願いします。最初に下肢深部静膜血栓症の原因を説明してみましょう。そして肺促煎症による肺梗塞を説明してください。手術後の肺促煎症を予防する方法を説明してみましょう。過去の国家試験に 下肢静脈血栓によって側栓が起こる可能性があるのはどれかという問題が出ています、えー、これはもう解剖の問題ですよね、えー、下肢静脈は下大静脈に流れ込み右心房・右心室・肺動脈へと流れていくということを知っていれば答えは肺動脈であるということが選べると思います えー、大地震後、自家用車内での生活を余儀なくされた避難住民への肺塞栓症予防の生活指導で適切なのはどれかという問題が出ています。えー、1番、窓を常時開けて十分に換気する。ね、肺塞栓症と関係がないですね。上半身を高めて睡眠をとることも関係がないです。4番、アルコール摂取などで熟睡できるようになる。アルコールを摂取すると、ね、脱水になりますから。 かえってね、えー、血栓症とか起こしやすくなってしまうかもしれません。答えは3番ですよね。座っている間も積極的に足の運動をすると。足の運動をするということは、えー、下肢の静脈の血流速度が速くなるということです。血流速度が低下すると、血栓を作りやすいわけですから、血流速度を、ね、常に速、えー、い状態に保っておけば、えー、下肢深部静脈血栓症を予防でき、 肺栓症を予防できるつまりエコノミークラス症候群の予防になるわけです。A さん57歳女性は子宮体がんのため子宮全摘術を受けた。理性が十分に進まず、術後2日に初めて歩行を試みをとベッドから降りたところ、突然呼吸困難を訴えてうずむくまった。まず疑うべき疾患はどれかという問題です。これは答えは肺塞栓症です。なぜかといえば、 手術による長期圧迫によって心部静脈血栓症が起こったわけですよねまた術後2日間起き上がらなかったことも含めますそして離症によって立ち上がったわけですからその時に血栓が剥がれて流れ出して肺動脈に血栓塞栓症を起こしたということになるわけです。 手術中に下肢断性ストッキングを着用する主な目的はどれかこれは今まで解説したように4番の深部静脈血栓の心部静脈血栓形成の予防になります。深部静脈血栓症を予防するということは、肺塞栓症の予防になるということです。国家試験には確実に合格する学習方法があります。今回の学びが皆さんの役に立ったら、ぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。 今回も最後までご視聴ありがとうございました。